こんにちは。ドイイツののパイロットウォッチ専門の名古本恵天です。今日はですね、ジンの新作であるこの F4 ファントムの限定品です。えー、前回もちょっとお知らせさせていただいたんですけども、えー、航空自衛隊で使っている F4 ファントムというのが今年の3月に退役したんですね。で、えー、それを記念、記念というのは変なんですけども、しまして、 この F4 ファントムの各部隊のマークが入った時計が限定販売されることになりました価格は33万円税込みですねで本数はたったの100本ですで前回あのー、解禁になって次の日か2日目ぐらいかなにご案内差し上げたんですけどももうメーカーさんへのこうオーダーが結構入ってるんでもう残りが少なくなってきてますで こちらのタイプはご購入いただくと非売品のこの各部隊のパッチがついたヘルメットバッグ、これが、えー、付録でついてきます。でそののに、えー、輸入元さんの、えー お客様登録というかでマイスタークラブというのがあるんですけどもそちらにご登録いただくことで、えー、もうこれね単純に登録するだけなんで何にも制約がないですお金がかかるとかそういうのもなくてそれに登録するだけで、えー、1回目のオーバーホールがなんと無料ですですのでうん33万円で買うと、えー、記念のたった100本限定の記念時計が買えて 非売品のヘルメットバッグがもらえてオーバーホールが無料になります。で、南雲時経店にまたご登録していただいて買うと特典もあります。ということで、とてもお得に買えると思いますし、えー、限定品です。でね、裏スケルトンなんですよ。で、えー、完全防水です。で、ブレスレット仕様だから、えー、非常に安心してお使いいただけます。 えー、この時計、本当にね数が少,い少ないからいいなとかあと、えー、戦闘機とか、えー、自衛隊とか好きな方はぜひ手に入れてみてください。よろしくお願いします。とですね、えー、僕の息子、南本慶典の4代目ですね、4代目が明日から4代目セレクションとして、えー、うちの子供あの子供って言ったってもう26ですけどあのうちの4代目が えー、ルミノックスという時計が好きなんですねでそのルミノックスの中で自分がこれがかっこいいっていうのを特別販売するらしいです。ということで、えー、うちの4代目セレクションでルミノックスお得に買えますさらに特典もつくそうです、えー、うちの4代目のブログでそれを、えー、発表してるんですねちょっと23日前ぐらいからちょろちょろっとブログでそれをご案内させていただいていて。 えー、この画面の下の説明欄というかに4代目のブログっていうのがございますのでそちらからぜひ見てあげてください。本当に見てあげてね。お願いします。あの僕の YouTube 見られる方ぜひあの4代目のブログを見てやってください。お願いします。